ようこそ。今日は内なる静寂と安らぎの場所へ旅に出ましょう。まず心地よく座るか、リラックスして横になってください。何も気を散らすものがない静かな場所で、今この瞬間に注意を向けましょう。スマートフォンや電子機器の電源を切り、邪魔されずに過ごせるようにしてください。椅子に座る方は背筋を伸ばしてしっかりと座り、背中が背もたれに寄りかからないようにしましょう。足は床にしっかりとつけ、肩の力を抜いてリラックスします。横になる方は腕や足が体の側面に自然に落ちるようにし、全身を楽にしてください。目をゆっくりと開けたまま前方を見つめます。焦点をぼんやりとさせ、視界を柔らかくしましょう。周りの音や体が触れている感覚に気づき、この瞬間を意識してください。どんな音が周りで聞こえますか？風の音や遠くの交通音、部屋の中の家電製品の音、もしくは静寂そのものの音。音をただ聞き、それを受け入れ、観察しましょう。次に、体が触れている感覚に集中してみます。足の裏が床やマットに触れる感覚、腰や背中が椅子やベッドに触れる感覚、そして手が体や椅子に触れる感覚。すべての感覚に注意を向け、その心地よさをじっくりと味わいます。呼吸に耳を傾け、自然に起こる吸う息と吐く息を感じます。穏やかな心で自分自身とつながり、息を吸うたびに新しいエネルギーが体に満ち、吐くたびに古いエネルギーが放出されていくのを感じます。それでは、ゆっくりと目を閉じてください。目の周りに広がる暗闇に意識を向け、この瞬間に身を委ねます。鼻から静かに息を吸い、冷たい空気が体内に入ってくるのを感じます。そして、口からゆっくりと息を吐きます。一息ごとに肩の力が抜け、筋肉が緩み、体が楽になっていくのを感じます。呼吸にもっと注意を向けましょう。息を吸うたびに平和と穏やかさを取り込み、息を吐くたびにストレスや心配事を手放します。吸って、吐いて。ゆっくりと深呼吸することで、体が少しずつ緩んでいきます。息を吸って体全体に新鮮な空気を満たし、お腹が膨らんだら、ゆっくりと解放し、すべての重さを吐き出すようにします。吸って、吐いて。次に、足先から意識を上げていきましょう。足の指の感覚に集中し、もし緊張やこわばりがあるなら、それが徐々に溶けていくのを感じます。足指から足裏、かかと、そして足首に至るまで力が抜け、暖かく、心地よくなっていくのを感じます。ふくらはぎに注意を向け、筋肉がリラックスして柔らかくなるのを感じます。太ももにも意識を向け、
呼吸に合わせて、すべてのこわばりを吐き出すようにしましょう。リラックスの感覚が足からふくらはぎ、太もも、そして腰へと伝わります。息を吐くたびに、すべての緊張を手放します。このリラックスした感覚が背中を上がり、背骨全体に広がっていくのを感じます。腰の緊張が解き放たれ、背中の筋肉が温かくなり、緩やかに伸びていきます。肩のこりがほぐれ、肩甲骨の間が柔らかくなり、軽やかさが増していくのを感じます。両腕に意識を向け、上腕、肘、前腕、手首、そして指先までがゆっくりと緩んでいくのを感じます。両腕全体が温かく軽くなり、心地よいエネルギーに満たされていきます。首から頭にかけてリラックスの波が伝わり、首の緊張が解け、顎、こめかみ、額のこわばりが少しずつ解けていきます。額や眉の周り、目元の筋肉が緩み、全体的に温かく穏やかになっていくのを感じます。一息ごとに全身が軽くなり、深くリラックスしていくのを感じます。呼吸ごとに体全体が軽やかに浮いていくような感覚が広がります。息を吸うたびに新鮮なエネルギーを取り込み、吐くたびにすべての緊張を手放していきましょう。吸って、吐いて。あなたがここで感じる静けさと安らぎに意識を向け、体全体が穏やかにリラックスする感覚を楽しみましょう。
この旅をそろそろ終える時間です。深く息を吸い込み、新鮮なエネルギーで満たされるのを感じましょう。そしてゆっくりと息を吐きます。準備ができたら、徐々に目を開けて、周りの世界に注意を戻していきましょう。この穏やかでポジティブなエネルギーを持って、これからの日々を生きてください。ご参加いただき、ありがとうございました。皆様に平和と喜びが訪れますように。